オットー・ブラウン、オットー・ブロウン、1900年9月28日から1974年8月15日は、ドイツの共産革命家、ソ連のコミンテルンから中国共産党にドイツ人顧問として派遣された。別名リトルフ。中国名として、李徳あるいは、花夫と名乗り、リトルフの恩赦で、李徳ら夫と書かれる。オットー・ブラウンは1900年、ドイツバイエルン州ので生まれ、6歳から13歳まで、孤児院で育った。そこで、成績優秀だったため、師範学校に入学を許される。1917年、第一次世界大戦で、勤労動員され、そこで会った仲間からの紹介で、ドイツ共産党の前身スパルタクス団に加入する。翌1918年には、イタリア戦線に兵役で参加するが、戦闘には参加していない。師範学校に復員し、1919年に教員免許を得るも、思想的に問題があるとして教師にはなれず、社会主義者による反乱バイエルンレーテ共和国に参加する。しかし、反乱自体が失敗に終わり、ブラウンは逃亡する。その後たびたび逮捕されるも、小物としてすぐに釈放されている。1924年にと結婚。1926年に妻と相次いで逮捕される。妻はすぐに釈放されるが、ブラウンの拘束は続き、1928年4月に仲間が裁判所に銃で押し入って奪還した。妻と共にしばらくベルリンに隠れ、その後ソ連のモスクワに渡ってに入学する。在学中の1931年にオルガと離婚する。オルガの人生はこの後も波乱万丈であり、後に映画化されている。1932年、伍長として実戦経験を積んだ後、欧米からの依頼で上海に派遣されることになった中国共産党の軍事顧問となる。ソ連を代表する立場ではなく、顧問団の一人に過ぎなかったという話もある。ブラウンは1932年、広い西江が中国共産党総書記をしていた上海の中共臨時中央に赴任する。しかし1933年1月、その中共臨時中央の上海での活動が難しくなったため、広い西江と共に、周恩来が事実上支配していた江西省の中央、ソビエトに移ってきた。この地で、ブラウンの通訳を務めたのはであり、彼は、後の回想録で、ブラウンについて詳しく記録を残しているので、中ソ対立期の中国側から見た、ブラウン像は後の回想録によるところが大きい。広い西江はこの時26歳であったが、赴任早々、中共中央局を組織し、周恩来にとって代わる。中国共産党のトップを任されたのは、広い西江に、ソ連留学の経験があり、ソ連コミンテルンの後押しがあったためだった。広い西江は軍事に暗かったため、軍事顧問のブラウンに、皇軍、中共軍の全権を渡した。赴任当初の1932年から1933年にかけては、蒋介石が指揮する中国国民党軍を撃退する功績も挙げている。もっとも、ブラウン自身の後年の回想によれば、この時のブラウンはあくまでも指揮権を持たないアドバイザー役であり、後の敗戦による随勤撤退の責任も自分にはないと語っている。通訳の呉治健の回想録によれば、随勤でブラウンは一戸建てに住み、呉治健と大里氏等、警備兵、水地員、馬蹄などを住まわせていた。広い西へもよく遊びに来ていた。食事は饅頭を嫌ってパンを要求するなど、贅沢であった。ここでブラウンは、党の斡旋で女工の正月家と結婚するが、妻ではなく愛人であったとも言う。もっとも、随勤は、食料も女性も不足しており、党幹部の行動、とりわけ外国人であるブラウンの行動は目立ち、呉治健が実質以上に大げさに伝えた可能性も指摘されている。ただし、ブラウンの独断専行に、中国共産党将校たちは、不満を持っていたとも言う。特に軍の指揮権を1932年10月に取り上げられていた毛沢東にとっては、ブラウンは目の上のコブであった。1933年10月、蒋介石が指揮する中国国民党軍により、中央ソビエトの第5回討伐が始まった。国民党軍にはこの年5月から中毒合作の一環として、ドイツの軍事顧問、ハンス・フォン・ゼークトが赴任していた。ゼークトは、蒋介石に対し、これまでの作戦を転換して、陣地を築きながら少しずつ前線を進めることを進言した。一方、ブラウンは軍事経験に乏しく、数的な不利にもかかわらず消耗戦を展開した。中共軍は必然的に徐々に追い込まれ、ついに1934年10月に攻勢撤退を決意し、いわゆる調整の旅に出る。中国共産党はこれまでは、広い西へ、ブラウン、周恩来で、三人団を形成して重要事項を決めていたが、冷兵にたどり着いた時、ブラウンと周恩来は激しく対立した。1935年1月、貴州省にたどり着いた時開催された準議会議で、周恩来が毛沢東に寝返ったこともあり、ブラウンは敗戦の責任を問われて、広い西へと共に解任される。ただしその後も調整に参加して、軍事教育と研究工作に当たった。1935年9月に、張国焘の軍が共産党から分裂した際には、毛沢東側を支持している。その後、共産党軍は延安に到着し、しばらくはそこを拠点とすることになる。延安では、アメリカ生まれの医師と同居した。それまでは、時々主要な会議に呼ばれていたが、1936年頃からは、呼ばれなくなった。役目がなくなったブラウンは、モスクワに対して、たびたび帰還命令を出すよう要請していた。しかし軟禁されていたというわけではなく、共産党応援のために、延安に入った国内外からの支援家などを自宅に招いて、接待に当たっていた。1937年、上海から延安に来た、カシュリ・レーレンと結婚している。当時延安の男女比は18対1であり、ブラウンは、この点では恵まれていたと言える。1939年、ソ連から突然の帰国命令が出る。この際、ブラウンは妻のリ・レーレンを連れて帰ろうとしたが、入国許可証がないことを理由に許されなかった。見送りに来た周恩来は、後でリ・レーレンを送り届けると言ったが、結局実行されなかった。1939年から1941年の間は、モスクワの外国文書翻訳所のメンバーとなり、政治教官として各地の捕虜収容所に赴く。その後は翻訳家としてモスクワ及び、モスクワ郊外のクラスノゴルスクに住み、1951年からはフリーの作家となった。1953年にスターリンが死ぬと東ドイツに赴き、ドイツ社会主義統一党のメンバーとなる。東ドイツでは、マルクス主義研究院社会科学研究所で翻訳活動に従事する。レーニンやショーロホフの著作のドイツ語訳などを行ったが、発表されたものは少ない。1961年から1963年の間は、東ドイツ作家協会の第一秘書となる。また、中国共産党とソ連共産党が対立していた1959年から1964年の間には、たびたび中国を批判する文章の発表を行った。1967年には受け、1969年には東ドイツ国家勲章を授与され、1970年には独ソ戦の功績でカール・マルクス勲章とレーニンメダルを授与される。1973年に金氏ウフツァイ君運、中国の記録を発表し、延安在住時代の毛沢東と中共国際派の王明らとの陰惨な対立について記した。この本は長らく中国で完全発禁処分となっていたが、最近では規制が緩くなり、中国の歴史学者によって初期中国共産党の研究に比較的数多く引用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。